대신 효용이 크지 않은 불필요한 소비는 3회目 아오 대신 효용이 크지 않은 불필요한 소비는 最後赤です. 대신 효용이 크지 않은 불필요한 소비는 네, 확인해 봅시다. 대신 효용이 크지 않은 불필요한 소비는 代わりに用が大きくなない不必要な消費はまあ「代わりに」っていうのはこの前に何か文脈があるのでちょっといきなりこれだけ聞くと分かりにくいかもしれないんですけども言ってることはおそらくこれ日本語だったらいきなりでも分かったと思うんですね。そんなに難しい単語が並んでるわけではないですね。さて最後いきますよ。黒急速度を

というそういういことなんですねでこの「クプソトロ」っていうのが聞き取りにくかった可能性があるこれはね高速道路高速道路に釣られてしまう人が出てくるんですね実は昨日の授業そうでした高速道路っていう風にね文脈からなんだかおかしいけどもどうも高速道路のような気がするっていう人が何人かで出てくるんですよねで確かにクプソトロってなんか高速道路に近い感じがするんね でチュロトゥルゴイってっ減ってきているでなんだかよくわからないって言うんですけどもクッソットロまあ高速度2っていうのはまあ日本語で言わなくはないんですけどもまあ日本語だったらやっぱり急速になんでしょうねまあその辺でちょっとしたこの 使い慣れていない言葉、そしてまた逆に使い慣れている、よく聞き慣れている高速道路みたいなものに引っ張られてしまうようなところがありますので、皆さんはいかがだったでしょうか一緒にちょっとゆっくり目で読んでみましょう。2>, 2回目。2回目。

えー、もたつくとね全体のこの意味の塊が頭に入ってこないんですよで最後聞いてみましょうか皆さんは完全に聞き取れるはずですいかがでしょうかこういう風にして聞き取りの力を少しずつ着実につけていきましょうね今日も1ミリ前進です